LOS やってきます。まあ、ちょっと間空いてんだけど、久しぶりですね。で、なんか今週はピックアップとして、クリス・ベクターがね、使えるんでね、早速、プレイしていきます。マップはコーンフレークスっていうね、なんか以前クソマップって言ってたんだけどね。まあ、クソマップなりに結構面白いんだけどね。遠距離が、まあ開けてるんでね、こんな感じで。すごい開けてるんでね。遠距離マップでスナイパー有利にはなるんだけど、そこはあえてサブマシンガーを使ってね、攻略していこうと思う。で、しっかりマップを見て、手前に悪点があるんで、ここ敵がいるのを警戒して動いていく。で、ここのモード、つかラインオブサイトのね、好きなところがね、フリーフォアオールがあるのがいいね。個人戦ですね。よくブラックスクワットとか、チームデスマッチとかやることが多いんだけど、ドミネーションとかね。なんか、フリーフォアオールがあるのは、このゲームぐらいしかないんで、他にもいくつかあるんだけどね。このやっぱフリー、個人戦があるのがね、でかいっすね。で、個人戦私すごい好きなんでね、しばらくね、個人戦を最近プレイしてるんですよ。てな感じで、サブマシンガンの距離、このね、銃やっぱサブマシンガンですね。遠いと当たんないっす。当たっても威力が低いんでね、全然倒せない。こういう距離が強い。でね、このマップ、なかなかね、面白いところがあって、ああいうね、見えないんですよ。今なんかチラッと見えたんで、撃ってたんだけど、結構草の中に入っちゃうとね、どこに敵がいるかわかんないんでね、あえてそれを利用して、背後からそっと近づいて、ヘッドをぶち抜くみたいなね、戦い方ができるんでね、いいと思います。で、武器を拾って、お、なんだ、リワードをもらったぞ。これはもしかして初めて武器を拾ったってやつか。AK103。これもピックアップのうちの武器ですね。なんか、州でローテーションしてて、3個ぐらいね、無料で武器が使えるんですよ。で、本来クリス・ベクターは結構高レベル武器なんでね、私のランクじゃまだ使えないんですよね。で、AK103。まあね、FPS って言ったら M4 か AK っていうね、くらい有名な AK なんですけども。まあ、74じゃなくて103ってところがちょっとミソなのかな。これはなんだ、結構新しめの AK だったはずだが。ちょっと敵がいなくて。ジャミング使ったやついるな。奥かな。あ、いた。奥にいる。幸いこちらには気づいてないんで。横から、そーっと近づいて。さて、ここから。いたいたいた。はい、反発値でヘッドを抜いていく。アイアンサイトか。いたいたいた、後ろにいた。もう全然同打ちでも強いっすね、この銃。いやー、ここな、遠いんだよな。麦畑入っちゃおうかな。奥に見える、おっと手前の大男を倒して。キャラがごついよね、このゲーム。はい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 、一発ずつ三発集中して。ダメだ。遠すぎると当たんないな。なんかね、この英国とかつけたいよね。うわぁ、やられた。まあでもなんかこのゲームのね、アイアンサイト結構狙いやすいから、まあいいかな。全然。PUBG のアイアンサイトほど狙いづらいものはない。いや、でもなんだろう。このなんか、対戦 FPS でこういう、草に隠れられるのって新鮮でいいな。なんか、これこそ PUBG だよね。こうやってひまわりのとこに隠れてさ、見つかんないように行動してて。あんまこういうマップって見たことないんだよな、FPS ゲームで。バトルフィールドとかもやってたけど、草に隠れるっていうことはできなかったな。はい、ヘッド抜いて、女性の頭をぶち抜いて、奥にいる敵を単発撃ちで、あー、手前にいた。あとなんかキャラの周りが赤く光るんでね、侵入しやすいんだよね。どこにいるかわかりやすい。まあ、光るとはいえね、草とかに隠れたら見えなくなるんで、そこはしっかり探さなきゃいけないんだけど、まあ、当たんないよな。お、後ろ後ろ。振り向いて、ヘッドショットしていく。で、この草。やっぱね、ここ強いっす。このマップの。このね、辺、すごい強いから。敵が素通りしてくるんだよね、ここにいたら。あ、いたいたいた、一人やって。
奥には見えたぞ。あ、いるな、そこ。単発打ちをして、しっかりと当てていく。音重要ですね、FPS は。痛い痛い痛い、後ろから音がするように振り向いて、キルをしていく。あ、奥に一人いるね。ちょっと近づいて。二人、撃ち合ってる。撃ち合ってるところを、あ、どこだ？どこだ？どこだ？あ、いた。そこ、左。お、よーし。でも、俺もやられたか。まあ、こんな感じでね。いやー、このやっぱね、こういうところ弱いんだよね。ちょっと離れると全然当たんなくなっちゃう。まあ、当たってはいるんだけども、全然ライフ削れないんですよ。で、得意の、ここ、やっぱここがね、強いと思う。いたいたいた、一人いた。音を聞いて、いたいたいた、手、もう目の前にいるんだ。もう相手は気づいてないからね、俺。あ、後ろだ。いたいたいた、はい。音でわかるんですよ。カサカサ、このゲーム足音がね、結構大きくて、カサ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 いいんだよね。いないか。あー、ちょっと遠いかな。当たるか、あれ。当たるかな。当たっているよ。倒した、倒した。で、麦畑に移動して。で、キルドが出た。いたいたいた。はい、手前のやつ、キル取って。で、奥にも一人いる。あいつを上から撃っていく。あれ、当たんない。おーっとやられた。どこだ？後ろが。やっぱ個人戦楽しいっすね。なんか他のね、フラスクとかも個人戦実装してくれればいいんだけどね。フリーフォアオールって大事っすよ。ヘッドショー。どこだ？どこだ？なんかこっち見てるな。赤点こっちを見ているが、こっちからは視認できない。あ、結構いるな。どうしよう、これ。迷うな。一人キルして、僕のやつも、なんかロック解除した。クリスで殺しまくってるからか。手前の、大男。でっけえな、本当に。あ、奥にいるね。赤いキャラが見えたんで、木の陰、あ、死んだ。あ、まだいいか。よし、今もヘッドショット出るな。このゲーム結構ヘッドショット出やすいよね。なんかこれヘッドになるのみたいなのがね、大体ヘッドになるんだよ。サブマシンガンなのになんかヘッドショット率5割近いんだよね。適当に撃っても当たる。まあ、なんとなくね、首から頭に目がけては撃っているんだけど。判定はちょっと甘い気がするね。で、後ろに赤点があるんで、あいつやりに行く。痛い痛い痛い。はい。マグチェンして、お、カサカサいってる。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。結構やっぱね、こん中入ってると気づかれないんですよ。あ、奥にいるね。あいつを、倒せるか？あー、きついた。やっぱ距離の問題がありますね。おっと、キルした！あの距離で。ね、あの、釘あたりを狙うが、ダブルキルして、単発打ちでね、数当てるしかないっすね、この距離は。どこ？そっち？僕のやつ、当てたけど。あ、いたいたいた、手前の敵を。おっと？ヘッド抜かれたか。やりますね。このマップ結構やっぱ面白いね。クソマップだとは思うけど。好きですわ、このマップ。遠い。きついな。走って。畑に逃げ込んで。どこだ。あ、そっちか。いた。はい。ダメだ。ちょっとエイムがね、だいぶクソってた。あ、手前。あー、今の勝てないか。これ、あと何キルすればいいの？確か45キルだったはずなんだよな。930。もうちょっとかな。
あ、いるね。すぐそこ。あ、奥。奥のやつを倒して。この家とかも結構人気なんだよ。あー、後ろにいた。あー、くそー。結構ね、フリーフォアオールっていう、まあ、ルールなんだけど、リスポーンがね、ランダムなんだよね。で、倒したすぐ後ろから湧いてくるみたいなこともあるんだよ。勘弁してほしいんだけど、この巻き方。ああ、こっちのキルになってないし。家の中に、いなかったっけ？いない？あ、いたいたいた、奥。一人やって、一回でも、ダメか。間に合わない。音が聞こえる。おー、してまえ。や、まだいる。入れ入れる。おっと。やばい。やっぱね、音を聞くってのがすごい重要ですね。なんかもう別に死にしなくても大体どの位置にいるかわかるんだよね。距離と方角や。こうやってね、もう感覚ですよ。感覚で打って当てれるから。音を聞くっていうのが重要です。奥にいるけど当たらないし、遠いんで仕方をしていく。で、近づいてって。いた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 。はい、そっち。そっちやって。上から狙われたか。見えたね。見えたけど、遠いな。なんだなんだ。なんかラグいぞ。さあ、突っ込んで。いや、まだ遠いんだよな。当たんないな。ただこれはサブマシンガンだ。近距離最強のサブマシンガンを体に打ち当てていく。で、後ろに赤点あるな。後ろ行くか。お、手前。あいつ、あいつやって。もう一人。奥にいるのを、上がったところで。はい、はい、後ろ。ヘッドショット。やっぱこのね、やっぱ木密集地帯と畑の中は強い。当たってるけど、全然ダメだな。奥にいる。もう一人いる。あー、終わったか。勝ちですね。いや、フリーフォアオールやっぱ面白いっす。ちょっとね、しばらくフリーフォアオールだっけ？やっていこうかなと思います。クリス・レクターはまあまあかな。やっぱね、アサルトライフルにはちょっと勝てないかなっていう感じはするけど、まあでも結構ね、使えるとは思うんで、レクターまだしばらく使ってみようと思います。てな感じで今日は以上です。